ピンピラ。どうも、四万十川です。こんばんは。本日の一曲、プレミアリーグ特定音、プレミアリーグ一番上手いやつが、全然いたら、プレミアリーグそれはすなわちプレミアリーグ1個分の力だと私は考えました。夢を現実に、それがウィニングイレブンのモットーなので、もうやらせていただきました。夢。片方だってもう20点くらい取れるわけだから、合計だから大体100点前後、100点前後は取れることになるので、頑張ってね、評定 A プラス目指して頑張っていきたいと思います。行きましょう。調子いい。プレミアリーグ最終節はお祭りや、みたいなこと言ったけど、マジでお祭り。で、昨日ね、お祭りに参加したっていうのと、まあまあ長尺の動画を撮ったことによって、もう声完全にガジャれてるんですね。私毎日ですね、CL 決勝のテンションで動画撮ってるので、まあ今日だけはちょっとターンオーバーさせてください。で、リオネル・スカルに守備が若干しづらいからな、こうね、前から行っちゃったらね、相手の思うツボなんですよ。なんでそれはね、強欲にならないようにツボやって、まるに、いけるか取りきれぬ。ライカールド、縦パスが来るぞ。あー、止めきれぬ。あー、すごい、チェムニー。でもね、相手の攻撃が一生止まらんっていうね、俺は何しに来たんやって感じになりまして、俺、スリートップ使わんかったら今日動画回しより一切なくなるんやけど、リオネル・スカルの守備で頑張ってディフェンスしてみたいな動画になっちゃうんですけど、攻撃させてください、早く。ビエアのチェイシング舐めちゃいかんですね。これは思い切ってカウンター行っちゃおうか。で、ここで、ライカ、おいおい、デブレパスうまいぞ、足元、おいやで、さらにボール渡して、で、前向いて一気にドリブル。こういう時にドリブルを仕掛けたくないやつは、それを前目のサラを使うという意味ですよ。ナイス、シザーズからのパス。あれ、一回またぐことによって、二股を強調するできると。デブライネからパス。で、ジョレンテが出てくるんやけど、ジョレンテでシュートを打つ気はそろそろない。さあサンチャラ間違えた。あの、モノゲームになっちゃった、合体して。ここで、中行くと見せかけ、サイド行くと見せかけ、相手が切ってない方にパスを出す。で、ソンが一回ボール渡して、これで、このスペースをソンが出るんですか、ソンフンミンこのギリギリを滑り抜くダブルタッチコートの構えだ。まあでもね、ソンフンミンに関してはイフトーブルでなんかその日の目浴びるらしいけど、サラーはまだそうでもないらしいから、もう早うなんかその辺のね、なんかその強さ反映してほしいところであるよな。ライカールトがここでカバーに入ると、なあお前こんなフライしてるバスで俺をやめてください、あぶおい。いや、もうちょいソンサラーでソーラン無視したかったんですけどね、ちょっとあんまりできませんでした。6にシュートも出てません。正直言って楽しいかどうか言われると楽しいまあ別にその結果とか別についてこんでやって、まあ言うたら俺人形遊び勝利みたいなもんやから、うえーみたいな、わかる。ただサラーソンフンミンデブライネが同じゴール向かってくれとったら、もうそれだけでもうハッピーなんすよ。まあでも横を言えば勝ちたいというところで、まあ中盤2人変えて行きましょう。どっちがね、さすがにダブルタッチからコントロールカーブ決めてやりてえなー。あとはデブライネがチャンスベルで降りてきてスペースにソンかサラーが流れ込んでくるみてえなやつ。デブライネがボール持つ。お、サラーが上がってきたぞ。ここのスペースをぶー、ここだ。ソン、これこそまさに運命に決ってわけ。もう推進力を持った状態のソンフンミンがぶち当たったら間違いなくそれは流刑になってしまうということなんですよね。ベリアスがズーン、ナイス。マルディーニから、これ一気にサラにボール渡すわ。で、ここからボール持ったサラがもう全員ぶち抜くっていう、ね、そういうなんかそのとんでもない劇場。もうプレミアリーグ、あれって使っちゃった。サッカーやめちゃった。デクランライス、デムライネ。で、ソンを一発で使うんじゃなくて、カカ経由のソン。このオフェンスですとかさ、見てください。中に入ってきますよ、ソンはもう。あ、いや、でもちょっと433使うよりにしてはデザイン性が足りないので、デムライネが手を挙げておいてどうしよう。これは一回中にボール渡して、デクランライスからサイドで使いますね。で、サラーがダブルタッチで敵抜くと見せかけて、縦のスペースを上げたら、お前やってしまったらサラーにサイドのスペースを当てる。それはどういうことかっていうと、男どこの前におまんこ出すみたいなもんですよ。これもやりたい方で、こっち向かってってスピード使って、コンいや、マンスジなぞっていきたかったんですけどね、無理でした。はい、切り返して分かってた。一対一の科学ビブ、うん、何言いたいか分からん。いや、でもちょっとまだまだ足りないですね。パウトーリス、さすが、俺もお前と同じことを思っているよ。サラーからこ、デブライネ。で、ボール上がってって。で、そのままトップのポジション取って、デブライネ、ドリブルだ、ドリブル通知が早いから、あー、スピードがなくてもなんとかなっちゃう。あー、そんな気がしたんですけれども。ちょっとコーナー見ちゃんとやってや。リアルタイムでデブライネの能力を反映させてくれ。ライカでよ、ボール待ってくれた。で、ここで、ソンが降りてくるな。なら、ソン、こっからお前一人で冒険を始めるか、冒険しました。マルディーニからパス、カカが一回この屈伸したライカルトにボール渡して、で、そっから、サラーめがけてボール蹴ります。で、ここでダブルタッチするやろ。いや、スペースがある。これはもう行かされない。このフィニッシュうまい。よく体を流しました。で、これボロゲット。いつの間にサラーお前広角打法ができるようになっとった。いや、見事な流し打ちだ。カカからアラーバがちょちょいろちょいから敵一人抜いてからソンにボール渡。いや、デブライネはここでボール渡ってダブルグググググググ。いや、今のアラバのドリブル気持ちいいね。アラバ君、プレミア来ない。アラバ君、プレミアみたいなって私思ってるけど、デブライネフライするんですよ。いやー、お前、走り出したらその気持ちのお前が均等になってやるな。ライス、これメッシとライスの合体ね。かっこいい。大盛りご飯一丁。で、サラがボール拾って、最後もう一回攻撃させて。お願いお願い。いやー、伸びたかーん。あー
おもろーい。感覚的に言うと、自分の好きな車乗ってからドライブしょるみたいな感じ。まあその車にね、誰が乗ってようがどこ行こうがもう結局楽しいみたいな、そんな感じ。でもさっきの試合はどっちかって言ったら、しじっちゃったんで、ソンソンしちゃったんで、今回ですね、サラサラディしていきたいと思います。1490の。いいじゃん。もうハーメのサラを使ってる。だがこっちのサラを負けてね、サラをサラに超えるサラを見せつけてやるぜ。ほら、行くぞ。一回ライカルド使うよ。で、これ中使った後にサラにボールを渡して、ダブルタッチからパス、デブラリア。ここからデブラリア十分狙うだけのキック力があるんですよ。キックメインと、うわ、ソンどのタイムで渡そうかな。ここだ、デブライネを使いた。なんでビエラだ。いや、いいかもしれん、この選手だ。ジョレンテ、もうすんげえサッカー展開してる。俺も俺自身のサッカー理解できない。あらば、これ、で、フォファナから縦パス、で、ライカールとか、サイド流して、デブライネが前向こうすります。決めろーさーい。めちゃくちゃいいやん。やっぱりなんかそのトップの人間が下がってきてから中盤の人間が上がってきてからシュート打つみたいな、そういうやつ。わかるよ、これなんかそのスイッチする感じ。やっぱり任天堂と一緒でスイッチが一番楽しいんですよね。ソンからサイドも一回流して、アラバがボール持ってきます、持ってきます、持ってきます。卵クラブ、ヒヨクラブ、ココクラブ、コカソフミもう一回戻して走ってきたジョレンテ、デブライネパス、ここでサラーが入ってくると見せかけ、勝手にパス出しちゃった。おい、いや、デブライネとサラーそんな効果あったか、二人で一つやったら、まあ、色的にはプリキュアやしな。ここで前ボール持ってって、ドラップで抜けるか、抜けない。そんな簡単にはいきません。ビエラ、チェイシング不可能。あ、ここはロナウジーニョ来るな。で、ロナウジーニョそのまま来んないで、絶対、こっからどっかしらパス出す。その前、ビエラがチェイシング潰してしまうと。スルーバス、ソフミ。これダブルタッチを使っていきたかったが、空振り。ここサイド流して、ここからサラーを一発目使って、デブライネにワンパ、ソンソンソン使って走ってきたソンが、うわ、この角度上がってソンソン。いや、そこはチェイシングでボール待って、チェソンもやってくれた。あっと、ポシャシャ。ああいうテトリスみたいな感じで降りてきたメッシが来たらもう死亡確定です。はっきり言って。早めに吐きました。アラバからここ。で、デブラインに渡しといて、一回ここでジョレンテ使う。そう、いい上がりだ。で、ここで使う。ダブルタッチシュート気持ちいいの、わーお。ライカールト奪えるか。ナイス。ダブルタッチの先にライカールトを置いていけば何も問題ありません。ダブルタッチ先行。ここ。で、ソンフンミンがダブルタッチ。エッジが入っていく。こんな続きめソンフンミン初めてだ。ないね。さら、来た走れ、さっき食いた。入るだけ聞こえとして、ダブルタッチ、痛い痛い。おい、ソウルキャンベルなら、太陽勝負負けない。これが本当の太陽光だ、暗い。うわー、お皿が上。いや、もしかしたらこんなふにゃふにゃウィニングデビューする令和チャンネル需要ないかもしれんけど、楽しい。いや、でもいい感じにスリートップでボールが回ってから逆サイドのウィンが上がってきた時、あの時にもう一番の興奮を感じる。ソンフンミンが上がった時、サラーが上がった時、それがもう俺のおちんぽになるわけだ。もう勃起してるからね、快感がね、私を襲うわけですよ。おっぱーい。開幕ダブルタッチからシュート決めたら、しゃーないよな。デブライネ、サイド、ライス使って、これはサイドだ。で、マルディにここをサラが一回パス渡して、デブライネが、スロス、ソン、キックエイド、ここなんだ、強い、これが世界最強だ、お前がナンバーワンだ、カカロット。すごい、もう武空術なるブチ術ですよ。な、ブチ術ってわけわからん。地上みたいだった。サラここ、デブライネ、おい、待て、これブチ術作るじゃん、これ。あ、ブチるか、ブチれるか、惜しい。ソン、フンミ、スルーパス、カカが前に抜けてくる。デブライネからサラが上がってる。このサラを止めれないんですね。世界最強プレミアリーグ2大ウィングストライカー入れ、おお、サラが。今のに関しては正直言って俺が適当にやりすぎました。ごめんなさい。マメロマメロ頑張れ頑張れ。あ、誰だ、アラバが蹴るんかい。あ、いけと。キャラもう一回、もう一回、笑顔咲く。あー、これは失敗したか。いや、君とマルディにドーン。ですね、これはですね、ただのルメリが怖いんですけども、フォファーナがしっかりそこはセンしてくれるはず。うわ、センシティブな内容に含まれます、これは。おぉ、ナイスカード。フォファーナが相手してゲームセット、ターンエンド終了。ソフミ、ここだ。絶対間違いない。おぉ、俺来たぞ、完璧なソンの回答能力。で、デブライネが、イカメイズ、さってやって、つったな。こっち持ってけ。いやー、畜生。あそこであんな横着せんのやって。サラーは俺が知ってる。サラーはそんなじで。デクランライス神か。やっぱプレミアリーグにはご飯が合うぜ。デーブライネがこうしてこうして見出した。パコー、かっこいい。デブライネだー。どんどこどんどんどんどこどんどんどんどこどんどんどん。キワナイス、チェフ。なんで一瞬ブーンしとったんや、かわいい。アラはボール持ってて、これソフミか。いや、カカか、カカから縦パス無理。やっぱライカールドから、お、デブライネが降りてきた。ということはサラーからソンのパターンが見えてくる。逃げ止め取れ。なんやこれ。気持ちいい。皆さんこれ分かりましたね。そういうことです。努力するものが楽しむものに勝てるわけないんです。いや、実際なんかそのさ、5大リーグでなんかそのチーム作ってからなんかその試合とかやらんのかな。なんかそういうな、なんかスーパーリーグとかそういうのちょっとなんかその喧嘩になりそうだけどさ、そんなやったらよくない。それでぜひ俺このスリートップ組んでくださいということでね、見ていきましょうか。おい、絶好調じゃん。相手521で滝の南のぶっ飛ばすぜ。はっきり言って、うちのスリートップに対してはディフェンダーを5枚並べようか6枚並べようか7枚切りしようかな、勝ち目ねえんだから。全て粉砕玉砕大喝采の観光総裁ですよ。行くぞタコ、こら。右側の
サイドでボールを持った時にこうデブライネを返すが左側に流した時にもうそっちの中に人間が抜き出してるみたいな、そういう状況がめちゃくちゃ作れるから、この再現する高さ、これもマジで再現物なところで、マジウマ娘深みなんですよね。ロナウドに打たれたらやばいけど、打たれなければ何も問題ないと。で、ここに投げてからそこでカウンターかましていきたい。ここビエラ、一回ライカールトからあ、無理か。今のは風俗の風です。きついかもしれない。パスが出されてしまってはまずいかもしれない。は打たれてしまったわ。アラバが蹴っていく。ビエラがこれ拾って。パサ頑張れ、ナイス、頭でかいぞ。そらクリスタルパイスもにっこりや。あのビエラのなんかそう取られてめっちゃ好き。ザニオールが立て。で、サラーカッカッソーサラーソー来た来たソーサラーあーいや、地元開催失敗したサラー。あ、これザニオール一回使いたい。デブいや、これ肥満体型最高。メッシー。あ、メッシーね。そんのや、メッシーに見えちゃった。やばいやばい、ちょ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 。見ないでエッチこのこのパーミットバブルやばい、ライカールとここアラバ、はい、でビエラから中入れて、でデブライネキックミートで前向いて、ちょっとデブライネ、デブライネがちょっと敏感になっちゃってるんですけど、ビンビンデブライネになっちゃってるんですけどね、ちょっとやめてほしいですね。あそこはちょっとキックミートしてからサラなりソンなりにパスを渡してほしかったんですけども、確かにミドルシュートお前の強みではあるかもしれないが、今日は俺ソーランブしに来てるから間違いない、そっちを生かしてほしいな。ライカールとかそうで、デブライネが降りてくるってなってくると、こっち側ソンが上がっていって、さらにここでサラダブルタッチデブライネ、にゃんにゃん、いや、ファンダイク持ってきたらさすがにサラも止まっちまうよってことで、ってなってきたらリバブルでマジチートやな。そう、ここ、はい。でもね、こっち向いて、このパス。うわー、あえて逆を向くことによってか、ヒールパスを出したかったけど、できなかった。で、ここでガッツリディフェンスしていくザニオナイス。で、これ、サラ、いいな、あそこで開いたらマジででかいぞ。アジとサラぐらいあそこで開けんの。縦パス。縦、ザニオのため、セリアに返すぞ。いけるぞ、ライカールとこれ一回ガッツリ取りに行ってから、いけない。で、これカンセルが走ってくる感じではありますけども、うっしゃー。やばい、サラーファンダイクが封じてから、なんかデブライネはなんかそのルーベンディアスが封じるみたいな感じになっちゃってるから、これもう、損で突破するしかないでした。前向いて、あれは素晴らしい。で、これ打開したってサラーが入ってくる。このサラーは誰も取り合ってない。デブライネ、ミドルシュートだ、バコーンお前、反動でヒリメイクライがとんでもないシュートぶち込んでやりましたよ。しかもその後動けるっていうね、まずチートだろ、これ。種族値5億。サラー、ナイス。で、これマルディーニが一回拾い上げまして、ナイス、玉木は強強おじさん。で、一回中戻して、もう穴から縦パス。で、一気に、こっから俺はソンを見た。あいつは動き出してるぞ。ウォーカー、立ちんぼ。カカから、縦パス行くと見せかけて、一回ライスから立てたよな。で、デブライネボールキープ。サラー、お前を使うしかない。ダブルタッチだ。そして、ゾンビ上がってこい。来た、コデブルゾンビ。聞こえた、カエルウォーカーでゾンビ、絶対勝てる。シーズン、なんかその2連覇、あ、間違えた。これ、相手ね。誰よ、これ。カカが、出てこい。撃てるぞ。足振り。ライス、お米一丁。いや、これ、さすがにこうなってくると、勢い遅々な感じで点も入って、ソーン、いや、強すぎる。前見てくるんやけれども、中来てタワートーハートジョジョ、危ない危ない、アラバからスルーパスカカーで一回ソンに渡してくれ。おい、何これちょ、みんなもなんか聖域が爆弾してくれ。今あそこにライカードでかすぎ。ソンフミダブルタッチ来た。このダブルタッチが炸裂して、さらにボールが渡っていけ、いけたらここで、ここ行くしかない。あー、サイド行っちゃった。シャトー、やば、俺がサラーとソンフミ使ったダブルタッチからのコントロールかぶちとかバレたら、相手も相手のダブルタッチ、ありがれ。ソン出てこい、いけ、100名カメラ。ウィニングイレブンでしか見れん光景やからな。あんなところでシュート走ったソンフミになって、取れちゃったバウトルス。アジア最高はこっちで間違いないよな。サラー前向いてからパス、ラインソンフミを使います。ダブルタッチをやらない。デブライネがボールを持ってから落として、サラーじゃないんやけどな。ここから中盤使ってライス、ここだぞ、ナイス。デブライネ、くそ、ソン、あやめてー。テスト結果、スポティビー最高以上。